この人10番なのって正直思った。自分が挙げたチームを落とす戦いをする、その三尾さんの一言で全部凝縮されているような気がした。この選手ですよ、10番、まあすごい選手でした。選手ということで、10番が2013年はまた空き番号にね、なるわけですよ。でその時加入したのが、これはね、岐阜サポの方はね、この選手に思い入れある方いらっしゃるんですよ、多く。こちらの選手、三尾篤選手。2013年と2014年、これ2年間10番を背負った選手なんですが、ガイナーレ鳥取というチームから加入をしました。で2011年はキャプテンを務めるというぐらい、ガイナーレの中心選手だったわけです。その三尾選手を語る上で絶対に忘れてはいけないの、浅中の合戦、これなんです。もう FC 岐阜サポーターからしたら、もうこの試合はもう痺れるような試合、もう忘れられない一戦ですね。オールドファンは特にだと思うんですが、これまず浅中の合戦ってどんな試合かというと、2012年から入れ替え戦がありますよと。で2012年の時は、まだ J3 がなかったので JFL だからアマチュアになってしまう。JFL の上位で、条件をクリアしたところと、で J2 の最下位と入れ替わるってことがある。で2012年の時は岐阜は21位になってしまい、入れ替え戦に突入するのかなと、その最後の最後まで分からなかったんです。でも町田ゼルビアっていうチームが最下位に結局なり、勝ち点3差、1勝の差で JFL になった。だから本当にあの時最下位にならなくてよかった、よかったって言った次の年が、その三尾さんが入ってきた2013年なんですけど、この年も最下位、降格圏争いをしてしまうんですね。2014年から J3 が始まるので、2013年に最下位になってしまうと、2014年のその新規参入 J3 のところに一緒に加入して戦うことになる。岐阜とガイナーレ鳥取がそのギリギリの戦いをするわけですよ、負けた方が多分これ J3 落ちるだろう、っていう試合がこれ浅中の合戦、絶対負けられない戦いで、ガイナーレ鳥取としては昇格をして JA3、JFL と同じポジションにね、戻ってしまうかもしれない試合を、このガイナーレを昇格させた選手がガイナーレに勝ってしまったら、もう一回ガイナーレ落ちるわけ。自分が挙げたチームを落とす戦いをする。複雑でしょ、三尾選手としては。だけど三尾選手はもう岐阜の選手だから、昇格させた自分のチームを自分の活躍で落としてしまうかもしれないっていう、そういう戦いをする。でしかもこの浅中の合戦というのは FC 岐阜にとって唯一大垣市で開催した試合なの。それまではもう長良川競技場、例えば目黒競技場とかで戦っていたのを1試合だけ、それは岐阜清流国体のために、地域開催ができずに浅中で戦うっていう、もう本当唯一の試合がこんな大きな試合だった。しかも相手はガイナーレ鳥取、裏天王山と呼ばれる試合、この試合に勝つんですね、岐阜は。スティッペっていう選手がいて、でスティッペのゴールなどで2対1で勝利をして、まさに負けたガイナーレはこの年落ちてしまうんですよ。だから本当にギリギリの戦いっていうね、そんな戦いなんです。ちょっと水飲ませて。はい、すごいね。でもそれはそうなんですよ。だってもう、なんだろう、どっちのサポーターとしても複雑。そうなんですよ。いや、あいつって思われる可能性もあるし、いや、全然いるでしょ、そういう人。そう、ミオ、でも逆にミオがいればって思った、ね、ガイナーレサポさんもいただろうし、ガイナーレサポさんからすると、もうその浅中で負けて J3 に落ちたことによって、なかなか J3 から J2 に上がれないっていう、いまだに J2 だから、J3 だからね。だからもう本当にものすごく大きな試合だったんだけど、その三尾さんが
背負ったものが多分この名言に出たんですよ。勝った後にインタビューで三尾さんは言うんです。 J のチームが、ね、自分たちの地元にあることは当たり前じゃない。正直ね、やっぱり J リーグのチームがずっとあるとあることが当たり前になる。例えば名古屋で、野球で言えば中日ドラゴンズがあるのは当たり前でしょ。そういうことなんですよ。当たり前だと感謝を忘れてしまう。ただこの試合で多分僕も感じたし、三尾さんもきっと感じたんだろうね。もしこの試合で岐阜が負けていたら、もしかしたらチーム解体の危機でもあったわけですよ。その資金繰りも良くなかったので、でそれもあった中で、当たり前じゃないこの J のチームが地元にあるってことに感謝をして応援を、することの大切さだったりありがたみっていうのが、その三尾さんの一言で全部凝縮されているような気がした。でこの2013年岐阜を残留させます、21位という結果なんですけどね、監督も行徳さんから唐島監督に変わったりとか、そういういろんな難しいところを乗り越えて、で難しい2013年を乗り越えた2014年がラモスさんが加入をすると。本当に苦しいのは2013年までが一番、その資金繰りも苦しかった時代の最後の10番なのかなっていうね、いうのを思いますね。丸松、2014年にラモスさんが監督になり、で2014年に FC岐阜バブルがあり、で1年目を終了、そして三尾さんがいなくなった、2015年の FC 岐阜10番は不在です。はい、2015年はね、不在でございました。この時は順位は15位だったんですけども、まあ10番はラモスさんみたいなもんですね。なるほどね。監督10番、そんな出ちゃうんだ。そんなグイグイ出るんだ。もちろんいないんだったらもうラモスさんにするしかないじゃん。15年はね、一番なんかキルにふさわしい人間は彼だったのかなというのは思いますよね、でその次の年10番に来たのがレオナルド・ロシャ選手でございます。僕が心に残った3大ゴールの中でもね、紹介した記憶に残る選手、謎の外国人選手として加入をいたしました。そんな名目で加入してるんですね。いや、これ僕の感想ね。あ、なるほど。個人の感想です。まあそうだよね。それというのも、いまだにめちゃくちゃ覚えてるのが、ロシア選手が入りますとなった時のチームの、プレスリリース、誰々選手が入りますっていうのってチームがニュースとしてホームページとかに上げてくれるんですよ。でその時の選手の写真って普通はこうどっかのチームのユニフォームを着て顔写真、照明写真みたいなパシャってなるんですけど、嘘でしょって思う。え、これは謎の外国人がなんか日本に遊びに来たのかなぐらい。そういう写真を使ってるわけ。はい、当時のロシア選手の写真がこちらです。え、 T シャツって兄ちゃんじゃん。そうなんですよ。そうなので、そこにテクニックがあり、技巧派なタイプの選手ですみたいなの書いてあるんだけど、説得力ないよ。この兄ちゃんだと思うわけですよ。最初の印象というか、もうちょっといい写真なかったんかなって思うぐらい、フラッと撮った写真みたいな感じで、え、この人10番なのって正直思った。どんなシチュエーションに撮ってんだこれ。ね、どういうこっちゃです。正直この10番はなかなかちょっと大丈夫かなってちょっと思っちゃう。でも、まあ、得点としては3得点しかしてない、まあ、24試合ですね、してないんだけど、記憶に残るプレイヤーではあるんですよね。それこそコーナーからの直接ゴールとか、これね、過去の丸松君も参照していただければ、バナナシュートみたいな。バナナシュートもそうなんだけど、ロシア選手の決めたゴールって本当になんかね、派手なんですよね。ワオみたいなものが多い。あともうパスとかそういうテクニックっていうところ、多分だから過去映像にはなかなか残らないような、そういうところで技巧派なところが見え隠れする選手だったなっていうのは思いますね。最後の最後はあんな写真の感じではなかったんですけどね。ちゃんとチームに入って、そう、ちゃんとチーム FC 岐阜って感じでした、ね、そうですね。丸松で2017年大木武史体制になった
1年目この選手ですよ、10番まあすごい選手でした、庄司義弘選手、2017年の10番です。出てないと意味ない選手なんですよ。ちょっとね、塩対応っぽい感じなんですけど、小盆のいい匂いしてくるの。やっぱり岐阜は J3 にはいていけないんですよ。